WBO 世界スーパーフライ級チャンピオン、オマール・アンドレス・エル・ウラカン・ナルバエ。27回の防衛を誇るアルゼンチンの生きる伝説です、オマール・ナルバエス。敗戦はノニト・ドネアのいっぱいのみですからね、西岡選手の最後の相手になりましたが、さあそして井上尚弥のその完成された肉体をご覧ください。プロ戦績は7戦全勝、全7勝のうち6勝がノックアウト。この試合の公式よりはスーパーフライ級リミット115パウンド大橋事務所属、現在のランクは WBO 世界スーパーフライ級第8位、日本ボクシング史上最短タイ記録のプロ第4戦目で獲得した第36代日本ライトフライ級チャンピオン、またやはり日本最短タイ記録、プロ第5戦目で体感した第33代東洋太平洋ライトフライ級チャンピオン、そして今年4月日本最短プロ第6戦目で世界王座獲得記録を更新し、目の前のこの階級における議論の余地のない世界王者を相手に行う今夜の試合は世界王座2階級制覇という記録にさらなる日本最短記録を上書きしようとする未だ無敗の全 WBC 世界ライトフライ級チャンピオン、モンスター井上日本の怪物は今夜世界のモンスターへと生まれ変わるか、世界最速の2階級制覇に向けてチャレンジャー井上尚弥です。さあそしてこれがスーパーフライの完成された井上尚弥の肉体、大きくなりましたね、うん、まあ、2人は身長差でも5センチリーチの差でも7センチの差がありますが、西岡さん試合のポイントはですね、はい、どういうところになるんでしょうか。まあ、鉄壁のガードを誇るナルバエスをどう崩すか、はい、まあ、やはり井上のスピード足で攪乱するのが一番の得策かと思います。最初スピードですね、はい、これ海外のオッズメーカーでも井上がやや有利と出ている説もありますから、はい、やはり井上の名前というのはもうすでに轟いているんですね。今日それを結果として出してもらいたい、勝ちにこだわってもらいたいです。これ初回見ものですよ。 WBO 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、サスポーできましたね。厳しい表情ですね。チャレンジャー井上尚弥の戦いです。さあナルバエス、ご覧のようにサウスポースタイル、身長差では井上尚弥5センチ優位に立っています。さあまずスピードということですが、右ストロー、パンチのスピードはもちろんあります。今度右ストローク左に返し出ますね、力が入っています。右ストローク返しゴール、ひっくり返したみたいな状態になってますね、これね。左フック、あ、なりましたよ、まだパンチ来てますよ、これ。さあ追いかけてくる、
ックいっていってもいい。ナイスボタン、ツースリー、左バック動ける、右ストレート、これでダウンを取った、ちょっとひるんだ、ナルバエス。いや、井上の攻撃が本当力強いですね。おうおうおう、ナルバエス打ち返してきますよ。すごい障害ですね、これ。この3分間でしかし奇跡的なことが起こることが間違いない。スーパーフライの井上は間違いなく強い。さあ第1ラウンド、井上尚弥がダウンを取りました。一発目で効いてしまったテンプルですね。ダブルですね。オープニングヒット、この左もテンプルですよ。頭本当かすった感じですね。いや、こんな幕開けはしかし西岡さん、いや衝撃的ですね。ナルバエスが倒れます、考えもしなかったですよ。プロアマ通算、もう一回紹介しますが、159戦一度もダウンを喫したことがないというのがチャンピオンのナルバエス。その鉄壁のディフェンスを早くも1ラウンドで井上尚弥が、あれだけね衝撃的なダウンでしたから、ダウンがなかったことに2ラウンドはすることできないと思いますけど、井上2階級上げたことでもう体からエネルギー満ち溢れてるようですね。これが本来のすごい自信ですからね。おっと、左が伸びてきたナルバエス。ただナルバエスはここから何も見せない。プレッシャーかかってますね、井上のプレッシャー。すごいですね、もうこれは本当に新旧交代とこういうことを言うんですね。これね、やってほしいですね。ナルバエスもう今手出せないんですよ。出したらあと井上に打たれるから。何かを感じてるんですよね、ナルバエスは。それだけスピードの差があるということですか。そうですね。井上尚弥、あるいはナルバエス、カウンター狙いで来るんではないかという呼び終わりましたが、かわして左です、かわして左。高さ危ないというのは一瞬で右すくみ右切って打ち込みましたからな。はい、すごいです。左を伸ばしてくるナルバエス。ただ今もう本当にこうなんか地震が起きた後のような状態になってますから、ここからどう冷静に引き戻すのか、あるいはこのまま乱れたまま行くのか、ここは井上選手一瞬にしたいですね。はい、竹下さん、はい、どうぞ。井上サイドですけれどもね、インターバル中会場に流れるスローモーションリプレイなんですが、それを井上選手ずっと見てですね、ニヤッと笑いました。ナルバエス思ったほどディフェンス、はい、ペドロデシマ戦思い出してましたよね。すごい、ここいくんですかね。初めてのダウンから、なおこの試合はフリーロックダウン制です。3回のダウンを奪っても勝利とはなりません。今も左フックのカウンターですよ。これもテンプル、左フック、今日タイミングいいみたいですね。いや、もうこれもう本当に恐ろしいですね。ワンパンチですからね、3つともダウンは。ナルバエスは思ったほどディフェンシブに戦ってこないですね。いや、もう行くしかない。このワンツーも今日は壁がしっかりしてますよね、本当に。これが井上尚弥のスーパーフライに上げたことによるパワーアップ、一発で仕留めるパンチ力を備えました。また右、ボディを入れてるんですよね。力強い攻撃ですね。危ない、階級を上げて挑んだ世界タイトルマッチです。まあ、35年ぐらいボクシング見てきましたけど、子供のように興奮してます。恐ろしい、驚いた。今10カウントですよ、ナルバエスから。あ、すごいですね。上で3と下で1と、最後はボディでしたね。もうダウンのフルコース、大変なことが起きました。世界がショックを受けると思いますよ。世界のボクシング史上に衝撃が走りました。2階級を上げてですね、不安もあったと思うんですよ。今大きな
階級制覇達成です。もうね、息子さんが泣いてるんですよ。もうかわいそうで、かわいそうで仕方ないよな、これが勝負の世界だから。ジュニア・アンドレスでは最近10カウントですよ。そしてこちらがお母さんのミオさんとお姉さんはるかさん。僕ね、マイク・タイソンが負けた時、1990年、はい、東京ショッカー、あれ以来の興奮ですよ、はい、驚きました。阿川さんの興奮は十分に伝わってきますが、これ西岡さん、はい、井上はここからですれば具志堅さんの持つ13回の防衛記録、これを抜きたいんだというこの階級で、いやーもうこれ本当にあのニックネームの あのモンスター通り、本当モンスターですよ、はい、いやーこれね、浜田剛さんが1ラウンドでレネアルネとか取った試合、はい、もういろんな試合を思い出します、しかし本当にもう今日素晴らしい。これ日本のボクシング史上にとって香川さん、歴史的な一日に今日がなりました。すごい試合を放送しましたね、フジテレビ、はい、やりました。相手はアルバエスでした。さあフィニッシュブロー、オマールナルバエスと12回戦を行い、ジャブ2つから右、 そしてボディ、このボディの音はね忘れられないですよ。前の右も強烈ですけど、このボディの音だけ世界を切り裂くような音でしたから、文字通り伝説のチャンピオンを、アルゼンチンのレジェンドを、カウンターじゃないんですよこれ、そぎ落としました。一度うなずいたんですけどね、カウント5ぐらいの時に立てるというような、しかし立てなかった。このえぐり取るような左のボディ、すごいボディ、いやもうまともに入ってますね、レバーですね、うん、これはまたもう井上君どうしますかね、この後どうしちゃいますかね、こんなことが起きちゃって。このナルバエスは香川さん、この軽量級の中でも1位2位を争う実績と強さを誇るチャンピオンと言われていました。そこになぜ井上が挑戦するんだと、簡単にタイトル取っちゃいましたけど、はい、こういうことではなかったということを井上選手自身も知っているはずです、はい、今日は恐ろしいことが起きたんです。これがボクシングの恐ろしさです。そして魅力だと思います。12ラウンド判定でいいから何が何でも勝ちたいと話していた井上ですが、これが2階級アップによって現れた怪物の本性、ね、1000キロある岩を持ち上げたような不可能みたいな感じですね。まあ、ナルバエスのディフェンスに苦戦するんじゃないかな、苦労するんじゃないかなと思っていましたけど、はい、もう前半からプレッシャーかけて圧倒しましたよ ね、 そ, うですね。そして全てのパンチのインパクトに音も含めてリングサイドにいて驚きました、はい、まあ、パワーアップしてましたよ、はい、12年チャンピオンが今沈み、そしてこれから先何年防衛を続けるのかは分かりませんが、今新旧の怪物対決を制し、井上尚弥新チャンピオンが誕生しました。まあ、2ラウンドでしたけど30分ぐらい楽しんだような今感覚があります。濃い6分間でしたね。何度でもビデオで見直してください皆さん、はい。まあ、いずれ今ナルバエスの長男アンドレス君の挑戦を受ける時が来るかもしれません。ナルバエスが初めてチャンピオンになった時、井上尚弥は9歳、今ナルバエスの長男アンドレス君は9歳です。さあこの WBO 井上尚弥2つ目の世界の